かわいいガールジャパン。かわいいガールジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。イグジストトレイスです。ボーカルのジョーです。上手ギターのオミです。下手ギターミコです。ベースのナオコです。ドラムのマリーです。10月19日にイグジストトレイス5トラックス CD ザ・ラスト・デイブレイクをリリースいたします。はい。今回ミコ、はい、どう作った、手応えとか。手応えはもうバッチリだよね。今回はあの結構イグジストトレイスはモノトーンというか黒っぽいイメージが、まあ、服装もそうなんですけど、うん、あると思うんですけど、まあ、1曲目デイブレイク、すごく音だけでも色鮮やかな曲になっていて、歌詞もね、うん、かなりぶっ飛んでる素敵な感じに仕上がっていて、はい、他の曲も世界、ね、そうね、なんかこう5曲それぞれの色彩があるような感じというか、うん、があって、あとね、うん、3曲目、うん、ちょっとメアリーさんが、はい、私がちょっと歌ってる場所もありつつ、ツインボーカルというまたとんでもない楽曲が出来上がった感じで、ね、できちゃいました。でもぜひともね、かわいいガールジャパンをご覧の皆さんに Be Naked、うんうん、これはやっぱ20代女子の等身大の曲というかちょっとした応援歌にもなっているね。まあ、はい、女の人がこう裸のまま何かと戦うための勇気みたいなものが入っているから、ぜひとも聴いていただきたいなと思います。1曲目のデイブレイク13月の色彩は今回プロモーションビデオも撮ったんですけれども、あの日さ暑かったよね。暑かった天気良かったのはね、すごく嬉しくて、自然の風とかも吹いて、あの雰囲気もなかなか良かったんだけれども、ねえ、夏休みのど真ん中で何度ぐらいあったんだっけ。30超えてたね。真夏日ですよ。みんな結構長袖だったもんね。ジャケットとかでね。スタッフの人もすごい焼けてたね。丸焦げ、丸焦げの T シャツ焼け、真っ黒にね、クカモとか。私たちもやっぱ暑くて倒れたら結構ね、皆さんに迷惑かけちゃうから、こう保冷剤とかね、そう、こう冷えたらピタッとするやつ、そうこう脇に張りつつ、うん、体温調節しながら、ね、重症対策。あれ誰か落としたよね。なんかね、落としたようなね、保冷剤とかを。なんか演奏シーンわーって見て後ろ見てると、うんっていうのがね、映ってるんでしょ、っていうのがちょっとどこか探していただいて、はい、まあ、そんなところも楽しみで。でもやっぱりさ、あの日ギャラリー多かったじゃない、うん、ちょっとドキドキしたよね。お子さんが多かったんだよね、あの日家族連れが多くて、たまたま通りがかった人たちだって。2人のギターソロのシーンとかあんなに絡んでるのに小さい子供たち見てたんでしょ見ちゃダメ、悪かったね。でもあの日見れた人はラッキー。すごいかっこいい PV プロモーションビデオに出来上がっているので、ぜひご覧ください。かわいいガールジャパンのガールズ応援キャンペーン第1弾として5トラックス CD ザ・ラスト・デイ・ブレイクからイメージしたイラストを募集します。ビデオクリップの映像とか再現してもいいし、楽曲からイメージしたイラストでも OK です。ただし、あの応募できるのは女子限定となっていますので、男性の方はあしからず応募方法はかわいいガールジャパンを見てください。で、優勝者の方にはなんか後日かわいいガールジャパンにて発表しますので、ぜひ楽しみにしていてください。そして投稿サンプルとしてドラムスマリーが実際にイラストを描いてみます。イラスト描きの自信はどうですか。程よいです。程よいですか。それではどうぞ。マリさん、順調ですか。今のとこ、今のとこいや、なんかこういうの初めてなんでちょっと緊張しますね。すごいイメージはあれなんですよ、サビの歌い出しというか、
モヒカンがこいつ難しいですね。風を感じてますね。そう、この日は結構風が強かったんで。ありがとうございます。うわ、かなりの対策じゃないですか。ちょっと時間かけすぎましたかね。すごい画伯です。はい、イラスト完成しました。完成しました。はい、こちらです。これは、これはあのあれです。ちょうどサビのドア玉のデイブレイクのところの。すごいキラキラしてるね。ちょっと。主張してみました。主張した割にオミがシャシャってます。あ、結構前にちょっとあの誤算で。あ、誤算だったね。ここはね。これはあまり。これももう一つのハプニングでございまして、どっか見てるとブンって通ってます。車ですね。車ですね。通っちゃってますね。未来の車が通っています。このポイントとしてはこの夜明けのデイブレイクの部分をこうジョーが背負って。みんなを引っ張っていくようなイメージで描きました。はい、それでは皆さんからのイラストも楽しみに待っています。以上、イグジストトレースでした。かわいいガールジャパン。